2008年北京パラリンピックは、2008年9月6日から9月17日まで、中華人民共和国の首都、北京で開催された夏季パラリンピック第13回大会。北京オリンピック同様、馬術競技とセーリングの2種目はそれぞれ香港、神ンタオで行われた。2005年6月26日に、北京五輪組織委員会が発表した大会スローガンは、 ワンワールドワンドリームスローガンは北京オリンピックと共通。これまではオリンピックとパラリンピックが同一開催地で開かれる場合、組織委員会は原則としてオリンピック・パラリンピック別々に組織されていたが、2001年に国際オリンピック委員会と国際パラリンピック委員会が交わした連携強化に関する合意文書に基づき、 今大会からパラリンピック組織委員会がオリンピック組織委員会に統合され、オリンピック組織委員会が運営する初めてのパラリンピックとなった。幸福をもたらす牛という設定。黙々と努力するというイメージから牛が選ばれた。北京オリンピックのマスコット服、愛の父という設定である。聖火の採火式は8月28日、北京の天壇公園で行われた。 聖火リレーは、バンクーバー、ロンドン、ソチ、香港を回る、海外経路も計画されていたが中止され、中国国内の2経路では、成都、重慶、ウルムチなどが外された。リレーは8月29日から2つの経路で行われ、9月5日、北京で合流。6日、主会場である、鳥の巣国家体育館の聖火台に火が灯された。基本的に、 北京オリンピックと同じ会場で行われた。北京国家体育場北京国家水泳センターハット ABCDEFGHI JKLMNOPQRS 北京2008ペリリンペックサマーゲームズナショナルペリリンペックヘリテジトラスト2021年9月23日閲覧ありがとうございます。